ちょっと待って、出会い頭でこの火力はやばいだろ、それは。引き殺されかけたけど今超ビビったわ、火力高すぎ。いやあとミリ、あとミリ、マジでこれ終わ、これ終わりか。オッケー、やっと終わったよ。もうラドバルキンついでに殺されそうになるし、もうほんと大変だったんだけど、でもこれで終わった。攻略サイト様々でした。ゲーム8万歳。相棒、そろそろ生態研究所に行ってみませんか。行ってみますよ。おお、君、いいところに。今、不思議な痕跡の分析が進んだところなんや。結果、その痕跡の主が今まさに、丘珊瑚の大地にいるのを突き止めてな。総司令から正式な調査任務としてすぐに告知があるはずやから、頑張るんやで。怪我はね、用ないからな。で、なんや。OK、これで、とりあえず痕跡集めの調査に関しては終わったね。で、果たして、リオレイヤなのか、何なのか。さっぱり俺には見当がつきませんね。誰なんでしょうね、リオレイヤなのか。君か、ちょうどいい。たった今、生態研究所から、例の痕跡の主が、丘珊瑚の大地にいることを突き止めたと報告があった。あんたたちは準備ができ次第、クエストを受注し、奴の正体を確かめるべく調査に向かえ。さて、あの地にいるのは何なのか、鬼が出るか、蛇が出るか。蛇が出るかって言ってんの面白いな。あの、正気の谷に作られてんのってさ、あの、俺が唱えてる説なんだけど、あの、ダラマデュラの、骨がさ、元となってさ、正気の谷とか、丘珊瑚の大地が作られた節があるはずだからさ、蛇ってここで言ってんの面白いね。ふふふ、自ら向かわずにはいられないな。それが調査団というものだ。OK。じゃあ、クエストを受注してください。例の痕跡の主は目の前ですよ。目の前ですよ。不思議の国の女王。行きましょう。おいきなり火球飛んできた。血気盛んすぎんか、お前、リオレイヤー種。いや、レイヤー種だったね、やっぱり。俺の王ちゃん。怖えだろな、これ、マジで。翼竜にしがみついてる中で、ケツからレイヤー足、こんな図体でけえやつ追いかけてくんだもんな。死の果てまで。うわ、いきなり始まるのこれ。早すぎ。一旦スリーガラ弾作ろう。一旦。無事です。よいしょー。レイヤー足。こんな序盤でさ、足、戦うことになるんだな。半信半疑だったけど。よし。とりあえず、貝の武器と防具だからちょっと怪しいところであるけど、上位のね、上位補正があるから、ガンランスには。それにブイブイ言わせて、物を言わせて、ハンティングすることにしよう。で、ここね、ちょっと慎重になる。なんでかっていうと、ぶっ飛ばしやってから、あの、起爆力を刺したいんだよね。だからちょっと慎重に行く必要があるね。もっと慎重に慎重に。見定めて、しっかり降りたのを見てから、よいしょ、これなら当たるやろ、さすがに。オーケー、で、よいしょ、こうかな。キャラコン大事にね。エーペックスでもそう。よし、しゃがみレレルを大事にね。キャラコン大事に。よし、起爆力をつけて。お、ナイスガチャブ、ナイスガチャブ、マジでそれ。本当にナイス。よいしょ。叩きつけの威力はしょぼいけど、申し分ないですよ。よし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 。怒ってはないね、まだ。麻痺のガンランスだから、そのうち効き目、効力が現れるはず。よし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 。もう一回フルバースト。のんきに威嚇なんか挟んでますね。す、根性のフレーム回避。す、どんだけ威嚇を挟んでるんじゃお前は。そんなにのんきにのんきに威嚇を挟んでる余裕なんかあるんですか、あなたに。はめかす実況。よし、ナイス。ね、ちょうど赤ゲージになったんで、ここで砥石を使って、ちょ、余計なことすんな、マジで、マジで余計なことすんな、マジで。お前、もう間違って回避しちゃった、もう身構えて。やべ、ミスったマジで。あぶれ、先行弾持ってくれよかったな、こんなんだったら。大陸の総意来て、ちょ、一旦帰ろうかな、一旦キャンプまで。
ここじゃ砥石使うの怪しすぎるもんな。こんな阿部教官二面素か四面素かじゃないけど、いや三面素かが、ガジャベもいるからね。ちょ、一旦帰ろう、一旦帰ろう。よし。で、砥石使って落ち着いてからもう一回ちょ行こうか。礼儀なくんの早えよ。ハメカス実況で完璧に終わるつもりだったのにな。ヨフノリなんか求めてないんじゃ俺は。こんな動画に、こんな動画にって言い方もあれだけど、こういう動画に求めてないんじゃ、そういう恐怖ノリは。おお、ナイス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 、キルミ恐怖ノリナイスナイス。でここで十分に上がってから OK、 リロードからの空中 ZR でできるからね。これをレーゲーナの攻撃なんか関係ねえぜ。もうこのままご利用させていただこう。よいしょー、ナイスダウン。ご両戦もう関係ね。ゲーナなんか、あ、やべやべ、ゲーナなんか、ゲーナなんか、あー、ゲーナなんかもうやっぱ三面素かじゃん。もうガチャブの火力えぐ、あれよ、俺3分の2ぐらい削られたけど今の。先行弾を持つか。いやー、そのための先行弾、そのための光虫やったぜ。そのための一応つ、これをやるために俺はあえて力尽きた。その節まである。よいしょ、起爆力をさすがに干渉しないか、この位置だと。よいしょ、落ちろカタンボ。お前は陸の女王がお似合いだぜ。飛ぶんじゃねえ、その翼潜ぐぞ。よし、ナイスフルバスト。結構でもハメカスできてるよね我ながら。よいしょ、弱ってんじゃないの。あれ、知った、聞いたかお前。俺にはよく聞くぜ、その火炎ブレスが。だからやめろ。あまり強いブレスを使うなよ。聞くだろ。一旦、飛ばして、よし。落としてから、息の根を止めさせていただきますね。ラスト、フルバースト。耐えますね。あ、ナイス、ナイスおーちゃん、ナイスおーちゃん。ありがとう。感謝感激雨あられ、キャリーされてんだよね、お供に。よし、これで武器の切れ味を最大だ。あとは起爆流行なんか、なんのその、よし、手応え、よし。ガジェブ様様だったねにしても早く総司令に報告しましょう。報告しましょう。報酬支部、なんか上位入ってから報酬の素材が渋いな。レアなやつが全然出てこねえ。装飾品もゼロか。渋すぎ。持ち帰れたんだな、レイヤー氏の。丘三号の大地で亜種が見つかるとはな。亜種が出現する条件なんてそう簡単には揃わない。学者先生たちも言ってたよ。それにしても素晴らしい状態の亜種だ。よほど栄養豊富な地で育ったのだろう。そこなら心当たりがあるな。大団長出てきた。大団長、やっと帰ったか。お前たちの活躍っぷりを見てたぞ。見てたぞ。よくやったな。見ていたなら手伝ってくれてもよかっただろう。体でかこいつ。信じていたからな。それより見てくれ。お、鉱石、これ大事なんだよね。これストーリーに絡んでくるよ。どこで、あのでかい古竜を迎撃した場所からさらに奥地があった。そこにゴロゴロしてたぞ。なんてすごい、強いエネルギーのようなものを感じますね。やっぱりな。こいつは一連の事象に関係ありそうな予感がするな。今からそれを調査に行くぞ。え、今から行くのか。誰か行きたい奴はいないか。おい、一番生きのいいのは、俺か。やってみせる、マチャルティ。よーし、お前たち現地集合だ。あの回廊で待っているぞ。俺は先に行っているからな。四国現金。現金。
頑張れ。頑張れよ。エーデン君。エーデン君からの激励もあった。行かなくては。これ新しいマップが解放されるんだよな。これで。ひとまず探索で地脈回廊に行きましょうか。うん。よし、来たな。遅刻もなし。結構時間置いてきたけどな、俺。そこはゾラマグダラオスを海に導いた場所ですね。そうだね。そうだ。さあ行くぞ。こっちだ。柵を見えるな。俺らが防衛の時に使ったやつ。こっから行くんだよな。ちょっと長いけど。遅くなったな。俺が調査団の大団長だ。うん。まあ采配のほとんどをあいつに任せて好き勝手やっている。ほんと自由人なんだよなこの人。とあるモンスターを追っていてな、偶然この先の場所を見つけたんだ。うん。とあるモンスターとは？ネルギガンテだ。でだ。結構ネタにされるセリフ。が海に消えた後、ネルギガンテも姿を消した。うん。俺は奴の痕跡を追ってこの道を発見したんだ。ここはマグダラオスの影響でできた大地の隙間のようなものだろうな。ネルギガンテは今どこに？おそらくこの先にいる。そう、いるんだよな。すぐ戦闘が始まるあれでもないけどな。これ下にね、蜂蜜とかも落ちてあるんだよね。まあ、そんな今から拾いに行くあれでもないから拾わないけど、いろいろ物資持ってるんだよな、この辺。すごい。地脈の流れが。なんだか体中がざわざわしています。そもそも地脈には膨大なエネルギーが満ちているからな。うん。お前たちが相手した手強いモンスターの上位モンスター、あいつらはこの先からやってきたんだろう。へえ。この先に何が？マグダラオスを追った調査団、奴を狙ったネルギガンテ、マグダラオスの訪れによって新大陸の何かが動き始めた。よくわからんな。まあ、とりあえず、そうだね、交流とかも活性化してるんだよな、いろんなモンスターも。泣いても笑っても、あとは終わらせるだけだ。はい。はい。あ、ようやく見覚えあるところについてきたな。この辺なんだよね。この先のマップ上にあるあの、バツ印のところにキャンプがあるから、もう少しだね。物語も終盤だわ、いよいよ。思いっきり行け、押せ押せ押せって言ってないか。さあ、流血者の血。懐かしいね。すごいよな。はい。特徴的だよな。なんかガラスってかクリスタルみたいな柱が入り浸ってんのも。これなんか六角のさ、削られ方してんの現実にもあるらしいね。ゴロゴロしてやがるんだ。ゴロゴロしてやがる。あんなに大きなものまで一体どうやって？そいつはわからんが、あれの影響か。ここは命のエネルギーに満ちている。うん、そのせいであらゆるモンスターどもがやたらと強い。大団長、ずっと気になっていたことがあります。どうした？ゾラマグダラオスはどうして谷で眠らず回廊に迷い込んだんでしょうか？もしかしてこの地に惹かれて？どうだろうな。だが手がかりはあるぞ。ネルギガンテだ。うん、うん。ネルギガンテはいつもマグダラオスと共に現れました。そうだね。その彼がここに来たのも何か理由があるのかもしれません。やつだけじゃない。強いモンスターがこの地に集まり救っていることも確かに。そう、ネルギガンテとゾラだけじゃなくてね、まずはそいつらの痕跡をたどれ。いろんな考慮も出てくるんだよな。ここで何が起こっているのかを探り出すぞ。はい。そうと決まれば早速準備だ。
準備はいいか？うん。いいかよく聞け。これからやることは実に単純だ。とにかく歩く、流血症の地を。くまなく探索するだけでいいんだ。とにかく照射する、つくモンスターたちを。とにかく探す、ネルギガンテの痕跡を。ネルギガンテの痕跡ももうあるんだ、その辺に。単純だろ？歩いて調査して、ネルギガンテの痕跡を探す。いいな、オッケーよ。で、まず、そうだね。これはネルギガンテの痕跡のなんかチュートリアルみたいなやつだから、そんな読む必要ないんだけど。そういうことだ。新しいマップだもんね。走って探して彼。彼。彼とは言われてなかったけど、狩る必要もあるのは。おん。古い痕跡。ドドガマルとかもいるんだよね。あと、ウラガンキンとか。あとなんかいたかな、他にも。ここにも痕跡つけてんだ。いろいろあるな。ありました。ネルギガンテの痕跡です。弾の早くね？ああ、もともと溜まってるやつがあったか、そういえば。あ、来た、ウラガンキン。早っいいだろ、俺のかませにしてるぜ、お前。放射レベル3、放術レベル3の。こいつ強いんだよな、ワールドのこいつ。地脈で活性化うんちゃらかんちゃらって言ってたけど、原体力とはちょっと違うんだよな、一味二味。なんか出すし、これ代謝いいし、なんかなんだこの顎、ポケポンピン。早速狩りが始まるわけですか。発見するだけでいいの？倒したりしてもいいんだよな。別に倒してしまっても構わんのだろう。ガスガエルも使いたいけど、よし、とりあえず一旦石ころでスリンガーを作ってたな。これあんまりね、石ころないんだよね。ちょっとあんまり、とりあえずガスガエル起動して。よいしょ。どうにか痺れていただこう。よいしょー。オッケー。結構やっぱため砲撃刺さるね。92ダメージも出た今。よいしょ。あ、そっか、爆破だから。すごい火力が出るな。いきますよ。さすがに避けられないか。あ、じゃあバルノスだもんな。漁夫乗りしてくるモンスターいるわけじゃないもんね。痛すぎ！やばすぎ、その火力は。待って。来た。うわ、結構ノックバックする。耐震欲しいな、マジで。オッケー。いって、それ拾われんのが。判定がとにかく広いな。たぶんね。だから強いね、とにかく。火力高いんだけど、俺、割と上位防具揃えてきたけどな。強化してるし。火力に耐えられないんだけど、この火力に。よいしょ。結構効いてるんじゃない？いや、誘爆しねえか、これ。危ね。あの大車輪に被弾したら多分ね、俺、微塵も、コッパ微塵になってしまう。一片も残らないぞ、俺の破片が。肉片が。よいしょ。効きますね。もう一回やるか。よいしょ。怒ってはいるもんな。あんまりひるまないけど、多分効いてはいると思うんだよな。放射レベル3だよ、だって。効かないはずがないでしょ。放射レベル3だよ。しかも、砲術、レベル3入りの。ガンスだからできたこと。意外とちょっと届くね。ほんのちょっとだけ。危ね。ガンスの小回りを活かしながらだな。回避距離レベル1もせっかく入れてるしね。レベル1あるかないかだけでもガンスはマジ違うかな。運命の差。誇張表現なしに。回避距離こそ狩猟の要。起爆流行こそ狩猟の要。ちょっとどうしよう。やるか。起爆流行作れてないから、ちょっと、渋いところではあるんだよな。そろそろ取れるもんな、これ。よいしょ。もうワンプッシュ。もう三プッシュ。お前のプッシュはいらねえんだぞ。俺がプッシュしたいんだよ、一方的に。そこはね。一旦、ちょっと、起爆流行作んないと、ちょっとこれ、ラッチ開かねえから。よし。まあ、作ってはあるから、これを差し込もう。一旦な。そこまでやらないと。入ってくれ。頼む。ナイス！ナイスだけど、その、なんか置き土産みたいに方向しながら、そう、しびれ肌かかんのやめてくれ、マジで。俺の自由時間が減る。よし。足の小指に刺してやったぜ。絶対タンスぶつけるより痛い。逃げてったか。コアッパ目。ひよっこ目。起爆流行の糧となるものが、ありませんね。石ころだけ拾っていくか。お前じゃない。
君誰？えぐられた後。まだ弱ってない。多福ね、あれ。俺抹茶だけど多福ね、お前。何これ。驚きの体力なんだけど。タフネスが過ぎるが。なんか、イビルジョードがもう戦えるようになってるらしいけど、自信持てないんだけど。裏眼筋でこの、タフネスさえ変えろ。マジで。はっ！ナイス！ここでひるんだから、よいしょ。何もご利用する必要はないわ。オッケー。これで、寝させて慎重に狩ろう。よいしょ！ひたすら。ボン。ボン。賛否両論しかない。ため砲撃連打。よいしょ。もっと早くでいいな、ため砲撃連の。いやー、保護杯。ガードが間に合わん。てか、なんかこいつ、なんかフッて低いくせになんかあんまひるまねんだよな。謎なんだけど。当たらないね。もうワンプッシュ。圧倒的プッシュ。よくエーペックスの海外プレイヤーも言う。プッシュ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 。おーおーおー、お前が。おお、ナイスそれ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 。弾んでるんだけど。新大陸の裏眼筋って弾むんだ。何あの弾力。片栗線で見たぞ。ワンピースの。なんだこいつ。もうちょい。ボン。ひたすらボンボン。チクボンボン。よいしょ。よいしょ。ひたすら。よいしょ。もうリロードきつい。いや、そのガード好きでお亡くなりされるの一番リアクションに困るんだけど。とりあえず、この席拾うが。あっけな、最後。あまりにもあっけなさすぎるんだけど。黒炎席欲しい。でねえわ。圧倒的ユニオン。ユニオンの塊だった。あの、鉱石。これ3回剥ぎ取りなんだもんな。減ったんだよな。1回目炎髄はこれもう、まあ、もう裏眼筋に好かれとる、これは。炎髄しか出ない。逆にね。逆に。とりあえず、俺キャンプの場所は知ってるから、もう流血者の血ってもう TA の温床だからね。温床。温かい床。温床だからさ。キャンプの場所ぐらいは、誰だお前チースケ、お前ここにもいたのかチースケ。頼もしいな。ミラボレアスキマイラのチースケが仲間になった。チースケ推薦組、記憶に新しいよ、あいつ。お友達探検隊で、よく遠征に行かせてだよ。一回しか行かせてねえけど。ここやね、ここの、小道？奥の細道みたいな、なんかあったけどさ。ここにキャンプ設立できるんだよね。キャンプを作れそうですね。そうだね。調査資源管理所に相談してみましょうか。あ、この琥珀も取らないとね。青い宝石。トゥルーマリン。ブルーマリン。この確か、なんでかよくわかんないけど、これを拾うことによって、確かね、飯が増えたはず、確か食材が。なんでって感じだけど。なんでって感じだけど、マジで食材が確か増える、これで。あと、またキャンプは、ちょっと解放させておくか。え？いけないの？ここの先なんだよね、キャンプあるの。まだいけないんだ。完全に、なんかトゲトゲで、閉められちゃってんな。封鎖されちゃってる。後で行けるようになるんだよね。あのマップのバッテン印があるところ。爆弾とかでどうこうできる場所じゃないから、ちょっと他のところ、行きますか。一旦ドドガマルはいるから、そっちはね、え？あれ、ドドガマルあれ？あ、ボルガマスってここだっけ？ちょっとこれ狩らなくていいや。ちょっと放射ガンスで狩りたくないな。なんかフルバガンスで行くつもりだったから今。お前ここにいたんか？あ、そう。すげえ、粉火感だった、今。我ながら。パク！かわいい。熱いだろ、これ、マジで。焼けるどころか溶けるぞ、俺の顔。皮膚。やばいだろ、これ。マグマ被ったんだけど。相手繊維喪失してるらしいんで、いいか。おいとましよう。なんか、モンスター出てくるけどさ、あんまり戦おうとしてこないね、そんなに。
なんかボルガのセキュラー違う。え、ここにもネルギガンテの痕跡。何食べてんのあれ。いい調子です。ボルガノスってあいつ主食マグマなの？なんなんあいつ。常人には理解できない異食獣を繰り広げてるんだけど。ついていけないわ。私。マチャコついていけないわ。大地の琥珀。龍脈の琥珀。大地の琥珀。あとは真ん中行くか。また裏元金湧いてるんだけど。早すぎ。新しい裏元金が入荷されたぞ。この辺にもいるよな、一応な。ちょっと骨塚触っちゃったからもう骨塚取ろう。上質な肩骨。荒々しい盤骨もあるんだ。へぇ。綺麗だね。ベヒーモスを思い出すわ。なんだ？なんだこいつ？なんだこの沼黒？なんだこいつ？かわいい。ゲップしてた。ちょっとでかく見えるけど、でかく見えるけど、別にそんなにでかくないんだよね、こいつ。あ、いや。自分からそこに行くからだぞ、お前。自分を呪えよ、その。まあ、カプコンさんが仕組んだ処刑配置だけど。自分を呪えよ、お前。そんな落石の真下でも、落としてくださいって言ってるよ、なんだぞ、自分からそれ。かわいそうに。俺が、セッションしてやるからな、かわいそうに。ひたすら民王撃。ボン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 。おお、痛すぎ。よくも手を出してくれたな、お前。女の子に手を出すなんて。風上にも置けねえやつだ、お前。来いよ。メカトゥヨーコスジャパリパン、今日もドッタンバッタン、お騒ぎ。ナイス。チクボン、チクボン。意外とあれだね。オッケー。あ、あ、なんか結構早くね。ため1だけど、なんか裏眼筋見えるけど。結構早くない？このため、速度。なんだあの眼筋。ナイス、ナイスだけど、お前喧嘩売ってる場合じゃねえぞ、お前。俺という奴がいるんだからな、お前。そんなのんきに喧嘩を売るな、貴様。もう、なんだよ、お前。喧嘩を売るのか、貴様。喧嘩を売ってる場合じゃないぞ、お前も。お前の仲間一匹、お前、地獄に導いたからさ。お前、今頃、お前の中、血脈流れてるよ。いいの？お前も流れるよ、血脈に。いいの？俺流せるけど。ちなみに。俺の放射レベル3は侮るでない、侮るでないぞ、貴様。ナイス。もう、大乱闘、スマッシュブラザーズ、スペシャル。やめて、ほんとにもう。ボルガノス来れないのか、幸い。もう、吠えすぎなんじゃ、お前。痛すぎなんじゃ、お前、ほんとに。お前も吠えすぎなんじゃ。やれ、裏眼鏡、よし！わからせてやれ。このドドガマルを。裏、沼黒を。す、なんかこいつ、思ったより避けやすくなってるな。あ、これは拾わないで、俺。お前に背を向けても余裕だぜ。エルギーアンテの痕跡が。そうですね。え、まだゲージマックスじゃないけどいいの？そろそろアステラに戻るぞ。あ、オッケー。え、なんか、ギリギリ完了してなくても今完了したことになったけど。キャラめっちゃ喋り始めたが。どういうことやねん。危ない。ドドガーマルはちょっと倒そう。かわいい。寝てる。おはよう、世界、グモーニングウォー。なんだこのガジャブ。おしゃべりなガジャブもいるぞ。こいつ方向するもんな、一応な。よいしょ。いい昼みだね。ため砲撃キャンセルか。ため砲撃キャンセルからの距離詰めもいいですね。距離を詰めるわ。おら。おらおらおら。無駄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 。ああ、無駄無駄。本当に無駄。ごめんな、お前、なんか、弔い方がちょっとさっきから雑なんだけど、流血者の血のやつら。ごめんな、お前、血脈に流してやるからな。ラスボスの糧にしてあげるから、ごめんな、マジで。また一人、エルディア人を救ってしまったわ。罪深いな、俺。この慈悲、優しさを世の中に使ってあげたいわ、本当に。申し訳ねえわ。またエルディア人の幸せを、繋いでしまった。ああ気をしっかり持って。ああ中心中心ああ中心の恵み。あ、
ニニニニニニあいたけのガクブルーかき集め、ハギ取りを探しに行くのさ、ワンピース帰ろ。拠点に帰還するだからこのまま帰る感じでいいよね。うわ、なんか新鮮。いや、これマップ見えてない時のここの紫めっちゃ綺麗だったな今。なんでそれで隠してしまうの、せっかく綺麗な顔立ちなのに。帰るか、とりあえず。お疲れ様でした。お疲れ様です。最近呪術回戦ハマってるからさ、ごめんね。ハマってるんだ。耐熱核顎。あ、今極炎石あった。そういえば裏半筋倒すとなんか手に入りやすい傾向があるんだよね。減少原石強。これあれか、五石で使うためのやつか。よし、いい感じに進めることができましたね。トゥルーマリンでドスフォアグラが増えたって何？鉱脈からなんか鳥の部位が取れたんだけど、何これ、どういうことやねん。帰ったか。君たちに急ぎ報告がある。各フィールドに出ている調査班より様々な古竜の目撃報告が相次いでいる。なんか正気の谷にあったよ。なんか肉片、肉片みたいなのなんか落ちてたよ。報告が上がり始めたのは君たちが流血者の地に向かったところと同時期だ。もしやネルギガンテの動向と何か関係があるのかもしれない。よし、君たちは引き続きネルギガンテの調査を進めてくれ。OK です。こちらは出現した古竜に関する情報を集め今後の策を練ろう。もう古竜戦ラッシュ近いのか、もしかして。OKOKOK。 もう一回集めてこいっていう話は多分ないもんな。報告で終わりかな。おお、待っとったよ。大団長から頼まれとったネルギガンテの調査が進んだんや。奴の調査依頼をクエストとして出しておくか。え？クエストとして出すの？マジで？君に報告しなくてはならんことがある。奴の戦闘痕、食事跡を調べた結果、奴は交流を捕食しとる。間違いない。そう、ズラマグダロスも標的だったんだよね。あの、図体のデカさなのに。そう考えると、渡辺の事件しか現れなかったんも、マグダロスを執拗に追ったんも納得できる。うん。全くこのわけのわからない存在。僕は奴を古竜氏と断定するで。そういうわけや。詳しいはこの後総司令に聞いてみ。なるほど。君らの調査期待しとる。え、じゃあもう、え、もう戦うの？ネルギーアンテと。じゃあ、ちょ、あの、心の準備が、あの、ちょっと、ちょっとなんか女子力高いけど、ちょっと心の準備ができてないんですけど。バゼルゲースも戦うの？ちょっと心の準備が、心の準備が追いつかないんだけど、心が。成長、自分の成長に心が追いつかない。ちょっとごめんなさい、本当に。早すぎなんだけど。霊槽と残槽が交わる場所。オドガロンと霊ゲーナのやつってことか。オッケーオッケーオッケー。あ、またそういうおばあちゃんか。じゃ、よろしく。おー。沼クエ。間違いね。火と火に交わる者たち。行きたくねえな。こんなクソ肉質相手してちょっと余裕そうなのガンナンスぐらいやろ、これマジで。タッチとかやってたら絶対行きたくないんだけど、これ。ボルガナス裏眼筋って。弱点ほぼほぼないやん、あいつら。じゃあ行くか。でもちょっとね、ガンランスだけちょっと変えてくるね。てかこれよく見たら通常型レベル3なんだ。めっちゃ強くないこれ。めっちゃオーバースペックじゃんね、これ。これで行くか。ネルギーアンテ、しばく。よし、行くぞ。こちらに。君が、いい知らせだ。たった今、生態研究所からネルギーアンテの居場所を突き止めたと報告があった。もう倒すんじゃん、流れがもう。ついにこの時が来たが。奴は古竜渡りと同じく謎めいた存在だった。それと同時に我々は渡りの古竜を挟んだ両岸で長らく見合ってきた間柄だ。そうだね、顔見知りの状態だったもんね。奴を調査すれば古竜渡りのさらなる深淵へと近づくことができるかもしれない。よし、ハンターたちにネルギガンテの調査を依頼する。クエストを受注し、流血所の地に向かえ。了解です。これにより我々調査団が奴の生態に近づけることを期待している。もう重要任務だよな、本当に俺に何も任されてんの。マジで。ネルギガンテ。うん。古竜をしたため、古竜。そうだね。ドラマグダラオスも標的になってるぐらいだからな。体に合わないよな、体格に。すげえよな。ちょっと、おーちゃんの武器変えておくか。見た目キリンでめっちゃ可愛くしてあるんだけど、武器はさ、雷だからさ。まあ、ネルギーアンテだから雷めっちゃ効くんだけど。まあでもこっちの麻痺武器の方が多分いいだろうから、スズランネコロットで麻痺拘束とかも兼ねながら、ちょっと勝っていくか。頑張って。相棒。相棒、総司令から正式にネルギガンテ調査の任務を受け取りました。そして、新事実です。ネルギガンテは交流種を捕食する交流だと、今までなかったからね、こういう。例外だよね、本当に。珍しい。なんという。
ネルギアンテが渡りの時期にしか姿を現さなかったのは、長く生き、エネルギーを蓄えに蓄えた渡りの孤竜を狙うため。だけど、ネルギアンテはゾラマグダロスを逃がしてしまったので、別の孤竜種を捕食しようと流血者の地に行ったのでしょうか。だとしたら、孤竜たちが急に騒ぎ出したのも合点がいきますよね。雷団長も現地で待つとのことです。私たちも、いざ。よし、行くか。ネルギアンテ。ついに、なんか、まともな孤竜、上位のやつをストーリーで縛くことになるね。ネルギアンテ。よし、激運チケットも使いながら、ワンちゃん一攫千金を狙いながら、ネルギガンテの武器とか使えたら、作れたら心強いだろうな、マジで。行きますか。よし、